こんにちは、ビットメソのぐらいです。ウサギです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、4連休ですね。はい。あれ、逆さまですね。ちょっと着こなしの提案で、なんかスケーターがやっててかっこよかったんですよ、これ間違えた。まあ4連休が始まって、結構まあ入荷もね、いろいろ各ブランド重なってきて、はい、だいぶ見応えある感じになってきたので、まあ一挙久々にミッドウエスト大阪ショップツアー的なことをやりたいなと思いまして、まあ、だいぶ朝晩寒くなってきましたんで、ちょっと半袖寒いもんね。半袖寒いですね。これぐらいなら着れますもんね。はい、全然寝ますね。アウター履いてもおすすめしたいのいっぱいあるので、じゃあ一挙紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでご紹介していきたいと思います。ちょっと今、まだオープン前なんですけど、ウィンドウはちょっとオフファイト4連休っていうのもあってボディに着せてます。レディースの方もエボニーのポップアップ、春夏の201の受注会なんかもやってますんで、前はジャケットになってるんで、ぜひよろしくお願いします。いらっしゃいませ、こんにちは。ミッドウエストのブライですそれ入り口はオフホワイトからお出迎えですね。ちょうどメインコレクションも立ち上がったんですよね。パスカルシリーズと、はい、パスカルとこのカットヒアーの新しいのも出てきてますんで、めちゃくちゃかっこいいパンツとかは後で紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。で、一番前は吉尾久保さんと文と岩流コーナーで、ミッドウエストの中でも気の利いたワードローブ的な位置づけの両ブランドかなというところで、ちょっとこの強いのの対比で、はい、ちょっとベーシックな形にさせていただいてます。早速アウターも入ってきました。いや、ダッフルとかなんか着てきてなかったんで着たいですよね、少しトラッドな表情で。あと今回は吉尾久保さん、漆がテーマなんで、なんかちょっとこう和を感じる瓦とか甲冑っぽいグレーとか、ほうほうほう、ボーム感のあるノーカラー。いやこれ紹介したかったんですよ。はい、フードシャツですね。はい、ドッキングフードシャツ、これ本当使えるんで、もうこれからの季節にもぴったり。ね、ちょっとこっちだともう今オンタイムってわけはいかないんですけど、これはもう本当オンタイムでいけるんで、ラフードシャツこれが、ね、黒と、はい、分かりづらいですけどブラウンもありみたいな。ちょっとすいません、はい、慣れてなくてカメラ。でも一回ちょっと着替えます。吉尾久保さん世界観を見ていただきたいので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあそろそろ着替え終わりましたでしょうか。慣れ通り過ぎる。はい、早速着替えました。めっちゃおしゃれじゃないですか。うん、折り紙チェックシャツ。へえ、まあ、いい感じに後ろにドロップするね。はい、これサイズ2です、ね、はい。でセットアップでパンツの方がなんとベルテッドワイドパンツということで、ウエスト部分にこう巻きのディティールがあって、これもなんか和を感じるボリュームですよね。袴なんだな。これ結構お値段もいい感じです。パンツ38,500円、上が35,200円。なんかなんでその和がテーマのちょっと懐かしみを感じるチェックに仕上がってるのではないでしょうかという印象です。はい、あのフードシャツとかも着てみるんですか。早速なんで、はい、今回グレーとブラウンがキーカラーなので、それでも黒子っぽい本当に、うん、これで着てみたいと思います。うん、これは46,200円のいいボリューム感という、なんかコットンの時よりもやっぱり落ち感がすごい綺麗だね。うん、あの時なんか本当こういうのディテールだとマウンテンパーカーっていう感じの印象しか出なかったけど、これ不思議、なんかちょっと今回の和の感じはすごい出てる。へえ、下がシャツ地、あ、そこも、はい、ここあ、ちょっと厚くなるんだね。はい、で、ここもウールで、上の方がウールのシャツのタイプになりますね。へえ、良い。良いです。これでもこの色もいいですし、まあどの色も捨てがたいという。はい、ブラック。感じ。じゃあ、グレー。まあ今回はブラウン、ブラック、グレーという3トーンで大きくコレクション自体も構成されてましたので、はい、
で、岩流がこうあるみたいな。あ、村上進む。はい、すみません。YouTube で一回ご紹介してるので、はい。まあでも、ここも、ミリタリーとかのワードローブに、まあ、欠かせないアイテムが多いと思う。まあ、リアルな時期になってきましたからね。この辺は。一番評判いいのでもこれですかね。モツジャケット。モツジャケット。はい。こんなの一着あると、ほんと来ますよ。そうですね。という、まあ、ワードローブコーナーがありまして、真ん中の方に入っていきますと、はい、ニットウエストお得意のインパクト系というところでダブレットさんですね。すごい、もうこのぐらいでちょっともう、ね、腹いっぱいだもんね。腹いっぱいですか。寿司食わせろって言ってますけど腹いっぱいですか。はい、そのあたりがあって、まあここもなんか羽織がすごいいいんですよね。あ、セカンドがスタートしたばっかりなので、シャツであったりとか、あとご紹介できてないところでいくと、この、はい、ファミレス、はい、ファミレスいきなりステーキこれは面白いよりよくできてますね、素材のチョイス。まあぜひこれで行ってください、はい、牛丼かな。でこうダブレットに続いて対比でこうリベルムさんのクリーンな表情のアイテムがラインナップされてるという、ね、ちょっとカッチリしたやつって感じで、こんな感じで言ってもらってもなんかうちっぽくていいですよね。かわいい、カジュアルにクリーンでパープルいいな、エッジ効いてるみたいな色とかも良さそうかなという感じですね。このシャンブレーの玉虫もすごい素敵なので、で続いてはトーガさんですかね。いやそうなんですよ、まあ、トレンド感というかはやっぱ一番合ってる感じはしつつ、アニマルとかだって着たいですよね。今このレトロとかヴィンテージとかが盛り上がってきてるんで。そうなんですよ、アニマルに、はい、まあ、カンフーにストライプがあったりとか、スタイリングのキーになることは間違いないんで、はい、黒が多い方なんかもぜひよろしくお願いします。一番おすすめはこれですかね、やっぱりジャガードのマルチアニマル、うん、これはこういうテープ使いっぽい、でも全面アニマルじゃないんで割と着やすいっていう印象ですかね。いやこれ絶対着やすいと思います、うん、この辺の縁取りとかやっぱうまいですよね。かわいいわ。あとやっぱ僕は女性デザイナーが作るニットはなんか柔らかい感じがしてすごく好きです。いいんじゃないでしょうか。うん、でトーガの後ろがグラウンドアイの黒系なんですよね。ここもちょっと逆でいいですよね。トーガのややトレンド感のあるものに対して、まあ、黒でタイムレスで長く着れるようなアイテムといいますか、はい、もうこういうのミックスしてもらえるとちょうどいいかなと思ってます、はい、全部できてもね。ここは黒だけじゃないですから、今回いい色出ましたね、このはいボルドーカラーのレシン素材、うん、これはなんで上下でも含めますね。多分もう結構グランドワイさん見られる方だと黒買ってきたしって方も多いと思うので、このローグの買ったもので、あ、ちょっと待って一回こう言って良いかも。あ、フード、うん、デシンのレイヤードっぽいジャケット、あ、で、ごめん、はい、この、で、上下という、はい、上もあったり、今回このアートワークシリーズがあるんですね。これがドガドガこれが、あー、すごいすごい、映えますね、多分画面越しで肖像が、うん、すごいね、やっぱりね、はい、すごい力がある。あとこのベストもすごいですね、マルチにレイヤードで、あ、ベストいいですよね、うん、あ、ちょっと目はあるんですけど、あんまりいっぱいちょっとやれてなくて、うん、やっぱ中間着にはすごく使えると思いますね。やっぱりミリタリーというところで、じゃあ続いて奥一回行ってみましょうか。はい、カメラは村井です。オフホワイトコーナーをちょっと作ってみたので、はい、僕やっぱこの靴からまず見ていただきたいんですけど、
いやー、もう書いてない人ももうキャンバスから、コピーから、はい、フルレザーから、ヌバックから、もうかなりあるんで、ぜひ履きに来てください。はい、履いてもらえるような形になってますんで、いいでしょ。藤崎さん一押しのこのグレーめっちゃいいですよね。これ僕もあの今あの2000こっち2000にこれこれ最高じゃん。これニューデリバリーですね。これ最高じゃないですか。以前のよりもなんか本当スポーツ感というかスパイク感増してますよね。レースもマルヒモにプロが作ったよね。素晴らしいです。これはもうそのあのモディファイしてる感じないんで、はい。で前ニットがあり、うん、デニムがあり、もうスウェット、T シャツ、ロンティーみたいな形ですごく見ていただきやすくしてますんで、いつになくフルラインナップという感じですかね。プレとメインがこう混同する。今回はデリバリーがちょっとうちの方でゆっくりにしたので、はい、一気に全部見てもらいます。いつもなくなって前のがないみたいな感じですけど、はい、あの今回はぜひフルラインナップでお楽しみになってください。はい、まあ、やっぱりあの、まあ、この辺が人気あるのは人気あるんですけどね。カットヒアーとパスカル、良いラインナップです。はい、あーリックかっこいいなー。はい、まあまあリックはまたゆっくり紹介したいですけど。そうですね。なんかパンツ編とか入ってきてますよ。あ、入ってきてる。入ってきてるライナーもすごいですね。僕はあとこのあのバウハウスの BA もおすすめしたいです。はい。やっぱドレープはやっぱリックの持ち味なんで、なんかそういう着やすい素材でそういうドレープの動きでなんかこうゴシックとかなんかそういうの表現するのってやっぱここのお家芸ですよね。まあ、使いやすいですからインナーにも幅広い方に着てもらえるんですね。あと新素材的にはこの辺の、まあ、テカテカ系ですよね。こう見るとレザーっぽいですね。なんかやっぱり動画とかで見るとちょっと動きの出方がこれめっちゃかっこいいですよ。色気があります。黒ってかけなんで、はい、あのすごく履いていただきやすい、アジアの方にも履いていただきやすい人になってるかなと思います。はい、なんかまあやっぱり黒のいいもの欲しいって方はちょっと一回試していただきたいですね。長く着るものとして。でシューズも、はい、まあ、ジオスニーカーズボゾと。やっぱボゾかっこいいです。もうこれはものすごく評判いいですね。でもやっぱりジオバスケットから見てください。なんて言ってもいやこの置いた時の絵になり方ダントツです。はい、でまたゆっくり紹介したいですけどバカなんですけどこの AG ねハーバーズアイオンザワールド、アイオンザワールド、ブランドネームからもかっこよさが結構ちょっと意味は分かんないですけど似合ってますからね、うん。まあ、ここはまたあのごゆっくりあのご紹介させてください。はい、でアンニュアレージあり、あの TH あり、これもう一回紹介させてもらってますけど、まあ、国内の本当にあのいいデザイナーたちのラインナップになってます。あ、別に前半ももちろんいいんですけど、はい、でサリバンもあり、サリバン今名古屋でポップアップ中という形で結構ペアがなんかすいません。はい、でもあのこのスカーフとか混ぜてね、これ入ってきましたね、うん、これでやばい、やばいっすねそれ、やばすぎる、うん、はい、やばすぎるっていうやつが入ってきて、で僕はもうほんとすごい量になってますよ。カラーさんと完璧かもしれない。はい、カラーもまだうちにほとんど今ラスイチのアウター来てると思うので、はい、あのぜひ聞きに来てください。まあ今がやっぱり最初ちょっと暑くてイメージが風にニットだけっていう方もこれからやっぱアウターの季節になってきますんで、はい、重量系からこの中継までありますんで、そういう方たちのキャスターのサーモンタイムで着れそうなものも出てきますありますし、とラッシュモンズもまだ紹介してなかったフレッドベリーとかが立ち上がってきてるんで一回村井に変わりましょうか。じゃあはい、ラッシュモンズコーナーをシモンズ担当村井がご紹介させていただきます。すいません、前の YouTube でご紹介しきれてなかったあのスモーキングジャケットの本も見ました。昨日のファッション通信見ましたよ。僕も僕 BS 見れないですよ。なんでどうにかして見たいんですか。なんでテレビの設定を押せば見れるって誰だってBS なんてもうそうなんで
いやマジで見れない。そんな人いる今。いやこのスクールパンクはやっぱりラフシモンズの。あれこれスチューデントタグついてるんですか。あこれスチューデンツということはこれとこれの重ね着をしてくださいということですね、はい、スチューデントですからね。ブレザーにベストですからね。学生の象徴アイテムがこんなにおしゃれに生まれ変わるという素晴らしいアイテムですよ。これはかっこいいですからね、はい、もうアンラッキーモンズさん自身がもうやっぱりコレクションのラインナップがあって4連休前にこっちから回るから。はい、これはシンプルなノッチのちょっとハイテク素材です。でビッグフィットがあり、あとなんでデニムとかニットも、スウェットジッパーフーディー系はこれから。そうなんですよ。いつもちょっとデリバリーを終えて逆転させてるのが面白いですね。いつも上がってくる、はい、あのニットものとか、あごめんなさい、遅いやつから先に今回は入ってきてるって。この辺がねちょっとタイトフィット目なんですよね。レギュラーなんですけど、はい、すっごいいいです。あ、着用のやつね、ちょっと奥の方に、この辺はすぐなくなっちゃうんで忍ばせてますんで、はい、ラシモンズランナーも本当ご好評いただいてありがとうございます。まあもちろん欠けてるサイズがかなり多いので、はい、お早めにということで、はい、すいません。レッドペリーコラボも上がってきました。ワンハンドレッドクラブストーリーズというクラブっすよね、あれ、はい、いや、ワンハンドレッドクラブっていうあのまあセックスピストルズとかのライブで結構なんかこう有名になったライブハウスがあって、そこのまあ75周年かなのなんか本があって、へえ、それのフォトグラフを使ってるんですか。はい、ふんだんに使用したラインナップになっておりますね。ビッグシャツ、はい、ビッグシャツオーバーフィットで M サイズ29,700円。いや、ジップフーディーいいんですよねユニオンジャックの上にっていう、なんともラフシモンズらしいこのプリントの配置の仕方。あ、切り張りなんだ、はい、うん、と、アイレルリーフのかわいいタートルネック、これは映えるね。映えますね。やっぱテーラーだな、さっきだな、うん、あとアウターも残ってるんですが、デリバリーはモッツとか、あ、モッツと、チェスターチェスターがまだ未納ですね、はい、いつ入荷、月末ぐらい入荷予定ですというラインナップで駆け足になりましたが、ちょっと一回先に紹介したかったんです、ラインナップを。まあ、これからちょっとまたブランドとかビッグとかアイテムフォーカスして、まだあの可能じゃないので、はい、もうちょっとあの揃えてからご紹介したいと思ってて寝かせてます。はい、じゃあ引き続き YouTube お楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。